日本弱体化計画とか人口削減計画とかアスパルテーム添加することによって将来的にどういう影響があるのかっておそらく日本人で調べてんじゃないかっていう。今日飲んできちゃったアスパルテーム。あ、本当ですか。今回は馬面ビデオの馬面さんにお越しいただきまして、都市伝説や陰謀のお話をたくさん聞いていこうという回でございます。すみさんには今回も、はい、オカルトの見識者としてはい、はい、ご意見を頂戴できればなと思っております。大活躍中ですからね。でも馬面ビデオさんのもう知識量ってちょっともう半端じゃないんで、はい、見解というかすごい若いのにすごいねってことしか言えないかもしれないけどちょっと頑張ります。いやいや、トカナを読み漁ったおかげですよ。ありがとうございます、はい、そうトカナをね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ今一番ホットな話題から。わかりました、はい。まあ、よく言われてるのはですね、まあ、日本弱体化計画とか、はい、まあ、人口削減計画とかいろいろ言われるじゃないですか、うん、都市伝説界隈で。で、まあ、その日本でそれを行った、まあ、最たるものというかそういう組織が GHQ と言われてるんですよ、うんうん。まあ、この GHQ っていうのはまあ戦後日本の、まあ占領政策の一環として、まあ、マッカーサーがねトップとして入ってきた、組織なんですけれども、まあ、彼らがいろいろその戦後の日本を、書き換えていったというかそういう組織なんですよ。でまず、まあ、日本とアメリカで結構戦ったと思うんですけどやっぱその戦争に対しての罪悪感を植え付ける必要があると。それはやっぱ日本が今後アメリカに復讐をしてはいけないと、うん、やっぱあれぐらいのねその天皇を、ね、当時国家神道というものでしたからその天皇を立てて、まあ、本当天皇万歳とかねよく言われると思うんですけど、うん、そういう感じで、もう本当自分の命を犠牲にしてまで戦うっていうあの侍魂と言いますか、うん、あれをもってして再び復讐されたらたまったものじゃないと。脅威ですよね、はい。で日本もこれタブーと言われてますけど、うん、その原子爆弾、まあ、日本落とされてますけど、はい、日本も開発してた経緯はあるんですよ、うんうん、だからそういうものを作っていたからこそ復讐されたらたまらない、うん、っていうところでまず教育の段階から変えていこうと、うん、今後の若い世代が大人になった時にやっぱ日本が、まあ、暴走してしまったから戦争を起こしてしまったんだっていうような意識を植え付けるっていう、うん、っていうところでウォーギルトインフォメーションプログラムっていう、うん、これが日本人に戦争の罪悪感を植え付ける、うんうん、っていう教育から始まったんですよ。もうそういうプログラムがあったんですね。そうなんですよ、うん、だからそれこそ、まあ、だから教育の段階で体育座りをさせるとかね、うんうん、もうそこから洗脳というか、そうです、うん、給食のメニューをパンと牛乳に変えるとか。そうね、うん、それ言われてますよね、はい。これだけアメリカで小麦大量に作ってたんで、うん、それ余ったものを在庫処分ということで、うん、給食なんですよ、うん、はい。もちろんねその地域によって学校給食でお米が出るところもありましたけど、うんうん、まあ、主流としてはパンとか牛乳ですよね。そうでしたね、うん、だから本来この日本人がまあお米とか、うん、まあ、そのあまりこう添加物とかね化学物質が入ってないものを当時取ってましたから、うん、だから意外と腸内環境とかもすごい整ってたって言われてるんですよ、はい。だしそのやっぱあぐらをかいたりとか、うんうん、これが結構その当時だと、まあ、正しい姿勢というか、うん、今でこそなんかあぐらをかくとちょっと行儀が悪いとかあると思うんですよ、うんうんうん、そうで、まあ、体育座りをするのがこう、まあ、正しい姿勢というか学校内でね、うん、あるんだけど実はあれ今結構その教育段階でもかなり最近は注目されてきてて、うん、実はかなり腰とか背骨に悪いんじゃないかっていう、うん、体育座りが。体育座りが、うん。で、実際その腰痛持ちの子供が増えたりとかって知るらしいんですよ、実際。そう。ただその、これも GHQ の一環で、日本人のその背骨を曲げることによって、背骨ってこれ本当に解剖学的にというか、まあ、整体院さんとかよく言われると思うんですけど、うん、やっぱこの自律神経とか全部の神経を司ってるんですよ、うん、体の中枢ですよね。そうそう。ここの神経伝達がうまくいかないと、どんどん人間で具合悪くなるんですよ。うん、で、でそういうことを体育座りさせることによって日本人のその免疫力とか、うん、本来病気に打ち勝つ力とか、うん、あとこの体幹ですよね、体の体幹、うん、そういうものを全部弱体化させて骨抜きにしようってしたんですよ、うん、GHQ、うんうん、だからそのメンタルとか学習面だけじゃなくてもう肉体から、うん、肉体から弱らせると、肉体から弱らせる、うん、これすごい衝撃的という、いやめちゃくちゃ衝撃的ですよね。義務教育の段階から刷り込んでいくことですね。そうですそうです、うん、あとはその結局個性がなかなかこう育たないようにするとかもそうですよ、うんうん、なんかみんな右向け右というか、うん、なんかこう出る杭や打たれるというか、うん、
そういう政策を進めたのが、まあ、GHQ が入ってきてからと。全然陰謀論でも何でもないですからね。そうなんですよ。これはあの大量に資料がもう残っているもので、あの公開されているいますし、うん、あの実名なんかも出てきて、それこそ先ほどおっしゃられた計画とか、うん、あの全てもう実話というか、事実ベース、事実として当たり前の、はい、当たり前、そう、もうアメリカがの国家機密というか、その当時の国家機密ですよね、それを、まあ、何十年か経つと公開するんですよ。50年ぐらいかな、はい、そこにあの載ってるんですけど、うん、そういう機密資料がもう出てて、だから当時だとこの GHQ 入ってきてから、まあ、あと 3A 政策というのもありますね、うん、スクリーン、スポーツ、セックスっていう、この3つで大衆を、惑わして政治的無関心にしようと、うんうん、なるほど。だからスポーツに熱狂的になるとか、うん、で映画でまあ、あのこう国民の不満をガス抜きしたりとかですね、うん、あとこうそういう風俗とかそういう性によってあのそっちに注目を集めたりとか、うん、だから戦後のテレビ放送を始めたのは、まあ、日本テレビって言われてますけど、あの正力松太郎っていう有名な人物がいるんですよ、はい、これ日本テレビの父って言われてる存在なんですけど、うん、彼もアメリカの機密資料に CIA のエージェントとして協力してた、うん、でコードネームまでも出てるんですよ。ポダム、ポダム、ポダム、うん、はい、ポダムという名前でアメリカの親米世論を形成しようと、うん、そういう協力のもと日本、うん、テレビが始まったっていう、これももう当たり前の、そうです、これ事実として残っているという、はい、知らなかった、まあ都市伝説かもしれないですけどね、うん、まあそうですよねそうなんですよ、信じるか信じないかですよ、ね、うん、そうですね、うん、あでもその事実は本当にあります、書籍とかでも残っている、はい、書籍っていうか公文書で残ってます、はい、そうなんですね、はいはいはい、ただデイトナのオカルト的には都市伝説と言った方がいいのかもしれないですがです、ね、まあ分かりませんけどね、はい、そうですよね、そうです、はいはい、あとその古武術禁止したりとかもそうですよ、古、うん、武術、うん、だからその日本人がずっとやってたこの武道とかそういうものも一旦禁止されたんですよ、精神性をそうそうそうやっぱり崩していこうっていう企画の一環なんで、もうメンタルから崩していくみたいな、うん、そうですそうです、うん、で未だにやっぱその流れというのは多分あの、まあ、日本は結局敗戦国になってしまったので、うん、やっぱその実験台になってるんですよね、あらゆるところで、うんうん、だからこそ日本は戦後、まあ、あの当時はベビーブームってことで人口がねダッと増えた時期ありましたけど、これは非常に、まあ、センシティブな話題かもしれないですけど、あの優生保護法っていうのが当時あったので、うん、彼らからするとですよ、支配者層からすると劣った遺伝子はやっぱこう根絶やしにするっていう、うん、そういう計画があったので法的に子供を産めない人も出てきたわけですよ、うん、当時そう法的に子供だから、うん、自分に遺伝子に異常があった場合に、うん、子供にもそれが影響するかもしれないじゃないですか、そうです、そうすると産んではいけない、だから割とつい最近まで実際に行われていたん で、 そ う、 でそのそういう子供たちがこう入れられる施設とかもあったので、うんうん、そうそうそう、はい、そういうのもあったので、まあ、あの子供が、まあ、あるところまで増えたんだけれども、うん、そこから増えなくなっちゃった、それが未だに続いてるんですよ、その法律は今もうないですけど、結局 それ以外にも、まあ、陰謀論的にもよく言われますけど、まあ、添加物だったりとか、うん、あ食べ食品、そうですそうです、やっぱそういうものとか、まあ、身の本当にいろんなものですよね、うんうん、こういうものも結局最近だとアスパルテームも、うん、やはり不妊に影響があるっていうものも、うん、もう研究で出てますし、まあ、WHO なんかも発がん性があるっていうふうにも認めたりとかもしてるものですから、うん、今日飲んできちゃったアスパルテーム、あ、そうですか何に入ってるんですか、もういろんなそのゼロカロリー系の飲料とかに入ってますよ、そうそうそう、まあね、本当気をつけたらキリがないんですけど、うん、そうなんなかなかね、だそういうものを逃れられないようになっちゃってるんですよね、だからそういうものを添加することによって将来的にどういう影響があるのかって、うん、おそらく日本人で調べてんじゃないかっていう、うん、モルモットにされてるっていう、うん、あなるほど、海外で認められてないものが日本で割とそうですそうです、そう、あと禁止されているはずのものとか、うん、ただ農薬とかそういうものが日本で広くまだ出回ってるとか、そうなんですよ、これだからね、僕いろいろと調べた時に当時の武器ってミサイルだったじゃないですか、うん、でもこれミサイル戦争終わったら、まあ、ある程度売れなくなるわけですよね、うん、そうなってきた時にじゃあこの余った石油とかこれ何で使おうかって言った時に農薬使おうとか、うん、食料を栽培するものに使おうとか、あと薬に錠剤とかに使っていこうって、うん、だから武器の形変わってってるんですよ、だんだん、だから今ミサイルが落ちたら非人道的っていう、うんうん、じゃあ落ちたかどうかわからない、誰がそのミサイルを撃ったかわからないもので攻撃しようっていう、うん、形変わってるんですよ、うん、でそれがやっぱこうワクチンとかそういうものが変わってくるんですよ、あ
ちょっとデイトナ的にあれですね、うん、あのウイルスとか生物兵器とか、そうそうそう、いや怖いな。でも避けて通れないからね。そうなんですよ、ね、そうなんです。どうしよう、どうやって生活してるんですか。僕ですか。いやもうあまり気にしないというか。もう、まあ、なるべくなるべくだからそういう添加物とかを、うん、まあ避ける意識じゃないですか。うん、言いなりになりたくないですね。そう、結局避けられないと思うんですよ、この日本に住んで。あとメディアとかも元々もその戦後すべてその GHQ に牛耳られてますんで、うん、新聞。テレビ、そうそう、広告、テレビだけじゃなくてもいろんなあらゆる媒体が、新聞からですね。最初新聞からですけど、あのいろんなメディアをに米軍が介入してきたっていうのはこれも事実なので、やっぱりそういうものではなく、デイトナを見れば真実がわかります。デイトナを見れば救われる、救われる、すごいとこに着地するんですね。か、ウマヅラビデオさん、その2つを行き来していただければ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そんなお話を。いえいえ、はい、何ですかこれ、スミさんこれ、えですか。ずっとね、僕目にね、はい、止まってたんですよ、これ何かなっていう。こちらはですね、はい、6月17日に発売予定の横澤ジョージさん、三茶のポルターガイストで有名になっている横澤プロダクションのオーナーの横澤ジョージさんが、もう何百回とこっくりさんをやって、そのこっくりさん情報で構築した死後の世界。何百回もやられたんですか、その方は。そうです。うわ、すごいですね。毎日毎日、はい、絶食とかもしつつ、なんかやっぱクリアな状態じゃないと入ってこない、受けやすい状態で、そうでやって、はい、で、聞いてきた死後の世界なんですけど、マジで今までの話と全然違うんで、はいはいはい、こんななのっていう、さらにそういう恐ろしい現象というか、はい、まあ、真実がどんどん明らかになってきた。真実ですね、はい。うわうわうわ、ものすごい整合性は取れてるんで、はい、この死後の世界もしかしたら本当かなっていうので、もうぜひ読んでいただきたい。 いや、これはちょっとね、学術論文としてもちょっと、はい、ね、期待できそうな。はい、そうですね。これはいつ発売なんですか。617です。617、はい、617、ありがとうございます。もうぜひ書店に書き込みたいと思います、はいはい、ぜひ皆さんも買ってください。あとチャンネル登録と高評価もお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。デイトナインターナショナルの YouTube ではあなたのオカルト情報を募集しています。取材に行ってほしい心霊スポット、また心霊写真、 UFO、 宇宙人に関する情報など、下の概要欄のメールアドレスまで送ってください。よろしくお願いします。